こんばんは。超ドラゴンクエスト10TV 東京ゲームショー2021出張版スペシャルスタートです。 MC を務めます松巻彩菜です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、そして番組一緒に進めてくださるのはこの方。はい、いつもなら序曲が流れてね登場するのが、いきなり来たのでびっくりしました。バファローゴロタカガです。よろしくお願いします。びっくりした。さあ、そして番組一緒に進めてくださるゲストの皆様ご紹介してまいります。まずは開発陣から、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山浩二さん。はい、ドラゴンクエスト10オンラインプロデューサーの青山です。今日はですね、後ほど、配信モードを使って DQ10TV で初めてですよ、多分ね、ゲーム内に移していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてドラゴンクエスト10オンラインディレクターの安西隆さん。はい、ディレクターの安西です。今日はよろしくお願いします。昨日の雨すごかったですよね。いや、良かったですね。まあ、本当に在宅で良かったなという感じなんですけど、はい、皆さん大丈夫でしたかね。はい、一昨日私ちょうど寿司三昧さんの方に行ってお寿司食べてきてすごく美味しかったです。はい、後ほどねその辺の詳しい話もしたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。続きまして第5期初心者大使のリーナ。はい、皆さんお久しぶりです。第5期初心者大使のリーナです。よろしくお願いします。私もさっき寿司三昧食べてきました。私の左も右もみんな頼んでてやっぱり大人気なんだなって。マグロの時もすごく美味しかったんですけど、はい、今回もなかなかのボリューミーで美味しかったです。うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでリーナは写真1枚アストルティアでのね、写真を用意してきてくれたということで、はい、見ましょう。ダラーン、こちらです。もうストーリーが楽しすぎて、はい、で特に私はこのメシテロのシーンが、うん、あのシーンね。そう、あのシーンです。そうなんです。なんかストーリーやってるとご飯食べるの忘れません、いつも現実で、はい、でお腹が空く頃にこれがやってきて、うん、これはドクタームーの席なんですけど、はい、なかなかのお料理でカレーもあるんだと思っていろいろじっくり回りながら見ててお腹空いたのでその後美味しくご飯いただきました。なるほど。はい、そうね、寿司三昧といい ね、はい、ね、このゲームの中でのテーブルといい。そうです、ね、食べ物ばっかり。いいですね。でもそんなリーナのねグルメというか下の方はね、リーナちゃん中国出身で好きな食べ物は何だっけ。セミ。セミですから美味しいです。もうセミの季節も終わったんでね、悲しいです。今年はセミ食べましたか。今年食べてない。はい、ということでね、あのシーンのね、美味しそうな写真ご覧いただきました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、こちらも以上の皆さんで、東京ゲームショウオンライン2021を。ちょっとちょっとちょっと、アミー、アミー。いや、セミもいるけど、アミもいるでしょ。夏の風物詩、アミー。夏の風物詩や。いや、もう秋になっちゃったけど。あ、チーンとなりましたよ。いる？いや、いるでしょ、いるし、いや、不自然でしょ、ここの位置で飛ばすって。確かにね、目に入っちゃいますよね。ねえ、絶対目に入るでしょ。確かに大きさ的にもすごい入る。飛ばすなら一番外側にしないと。挟んでますからね。挟んで、一番近いんだから僕が。これ誰ですか、台本書いたの。まあでもこれはね、もうちょっと伝統芸みたいなことありますから、アーミーといえばというところで。このくだりなくす。欲しいじゃん。うん、そうですね。いやいや、なくしてほしくないんですけど、あとちょっともう一つ言わせていただけると、はいはいはい、飛ばすんだったらそのリーナちゃんの写真の解説行く前に僕やんないと、はい、それまで喋んないでねって言われるとほとんど喋らなかったんですよ今。結構長い間。3分4分な、結構長かったんですよ。ちょっと不安だったっていうのはありますね。大丈夫ですよ。次回までの改善点。あ、ね、厳しいですね。厳しいね、なんかね。ね、はい、まあ、本番中ですか、後で謝ればいいんです。はい、じゃあ、アーミー改めて自己紹介してください。あ、はい、ドラゴンクエスト10第3期初心者大使、アーミーことアミ201、好きな皇帝は隋の煬帝です。よろしくお願いします。なんだ、急に。先生。いやね、いや先生じゃないですよ。これもね、はい、控え室で、うん、もうリーナちゃんがずっと隋の煬帝しか言ってなかったから、そうね、頭の中入ってたんですよ。入りました。ずっと何かあると隋の煬帝、はい、いや、ずっと安西先生がめちゃめちゃ詳しいので、はい、私が知ってることプラスアルファで教えていただけて、ね、そう、リーナでずっと会話してて、で、アーミーもね、言うたら、うん、詳しいはずじゃないですか、先生として。そう、詳しかったんですけど、はい、安西先生が投げた初球が、うん、
いきなり確信ついてたんで、はい、ちょっとそれ以上の球持ってなかったんで、そっからまた3分4分黙ってました。ちっちゃくなって、背中丸丸なってずっと黙ってました。振りはね、リーナちゃん俺も日本史の教員受け持ってるんだから振ってよって言ったんですけどね、うん、振られた球ね、返すことできずに、はい、投了しました。まあでもアミは俳優としてね、うん、もう最近やってないですよ。有名映画にも出てますからね、はいはいはい、あ、そうそうそう、リーナちゃん歴史上の人物、うん、ランカイ、うん、俺もやってたから、あ、そっか、うん、あ、そっか。そんな詳しくないの。わかりました、はい、もうちょっと黙っておきます。お返しします。また黙ってください。ありがとうございます。はい、そのアーミー写真持ってきてくれたということで、はいはいはい、お、あ、これがあのシーンですね。あのシーン、どのシーンだ。いや、これモコモコパーク、はい、日常ですよこれ。いや、今回なんか天地雷鳴詩のくしゃらみがね、強化されたっていうんで、はいはいはい、ちょっとくしゃらみを使いたくて、はい、天地雷鳴詩のレベルを上げようと思って、うん、夜中にモコモコパークに行ってメタル迷宮券、はい、使いに行こうかなと思ったら、うん、まあなんかそこにシャイニングくんがいたんですよ。ほいほいほい、7期ね、7期のね、7期初心者大賞ね。でシャイニング君が配信中だったみたいで、うん、まあ、私静かにこっそりしてようかなと思ったら向こうからなんか飛び跳ねてきて、はい、アーミンさんアーミンさん、うん、シャイニングシャイニングみたいなずっと絡んできてたんですよ、はい、いやだから、いや、まあしょうがないなと思って僕も適当に返してたんですよ。はい、で僕が返してあげてるってやり取りしてたのに、なんかシャイニングの方から、アーミンさんすいません、そろそろ行ってもいいですかとか言って、いやいや俺が引き止めたみたいになってるけど、お前の方から絡んできたんだと。それ分かってんのかとかってやり取りしてる間にあっていなくなって、はい、あら、あっさりと。まあでも、まあこれ、こういう絡みもいい絡みなのかな、まあ、あいつともなんかそういう関係になってきたのかなとか、ちょっと気持ち的にほっこりしたまんまメタル迷宮券入ってたら、ちょっとなんかそのシャイニングのこと考えてたら気が散っちゃって、1枚目のメタル迷宮券元気玉飯使い忘れる。うわ、素で行っちゃったと。素で行っちゃった。これは運営の方でこう保証っていうのは、いや今の話をシャイニングのせいにするのどうかと思いますけど、ね、ない、なかなかとね。いや、あのアホが喋りかけてこなかったら僕は元気玉使ってたのにと思って。いやいや、それはやっぱね、ミス、もうもうアーミーはもうミスをするので有名みたいなところありますし、今日のリハとかも ね、それは関係ないですか。すごい、すご、本番始まってから話しませんか。アーミーがログインできなくなって私たちがどれだけ待ったくだから文句言う筋合いないと思うんですよね。いや本当にね、はい、これ僕今まで数々ミスしてますけど、今回のミスほど、うん、あ、今日で最後だなと思ったんですけど、もう呼ばれることはないかなみたいな、多分次はないなと思って、芸人に二度とログインできないように、はい、うん、一生懸命頑張るんで、これからもログインさせてください。はい、お願いします。頑張りましょう。はい、ということでですね、東京ゲームショー2021オンラインで超人気的に出張版をお届けしてまいります。い、なおこの放送は感染症対策を行いまして、ソーシャルディスタンスをきちんと保って放送しております。はい、お召し上がりください。いや、ほんとね、すし三昧がね、うん、かなり盛り上がっているということでね、はい、店舗も早くたくさんもっと出してほしいなんていうね、ユーザーの、ね、地方の方はね、近くにないよという声もありますから、ね、見てる方もうすでにドラクエセット食べたって人いるかな、今回の、うん、ね、だから結構あの、ね、特典のもらえる帽子かぶってる人も結構いる。もうね、釣りしてる方もね、多いですね。そうそうそう、釣りしながらかぶってる方も結構いるぐらいで、うん、あ、もうでも、うん、半分ぐらい近くにないって方も、はい、うん、そっか、松茸もつけて食べた、贅沢。今日食べた、うん、おー、食べたい、うん、いい、結構ね、皆さん、はい、行ってらっしゃいます、ありがとうございます、うん、行ってない方はまだね、まだまだ行けます、はい、ぜひぜひ行ってみてください、はい、うん、それでは早速進めてまいりましょう、はい、最初はこちらです。安西先生のプチ情報コーナー。お待たせしました。もうね、コメントでアーミーの話よりも早く情報くれっていうね、コメントが多かったから。いや、まだいくらでもありますよ、話は。いいよ、いいよ、ないよ、ないですか、はい、大丈夫です、はい、安西先生から新情報お願いします。お願いします、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。おい、はい、じゃあスライドお願いします。今日はバージョン 6.0 の新情報を3つ持ってきました、うん、まず1つ目は、新人さんのおすすめ情報ですね。おい、まあ、6.0 で実施するあの新規さんですとか復帰される方に向けて見ていただきたい情報をお届けします、はい、それから、ちょっと今回かなり早いんですけれど、新コインボスと新アクセサリーの紹介をしたいと思います。早っ、6.0 の新コインボスね、はい、はい、
さらに、その新アクセサリーにですね新しい要素が今回追加されましたんでそれについての説明をしたいと思います。新しい要素、まあそれは後ほどお話しします。はい、はい、今回紹介する内容画面写真は開発中のものです。はい、これはね、はい、今後リリースまでの間に内容を変更する場合がありますので、はい、あらかじめご了承ください。よろしくお願いします。はい、てかこの前はすいませんでした。いろいろご迷惑をおかけしました。はい、失礼いたしました。はい、はい、それでは早速いきます。新人さん向けシステム改修です。新キャラを作成したときにどのバージョンからでも始められるようにします。じゃん。まあ、前回ですねバージョン5の時にこの機能が初めて入ったんですよね。バージョン5の時に初めてキャラクターを作成すると、最初から始めることとバージョン5から始めることができるようになりました。でこちらの機能を入れてですね結構そのバージョン5からというキャラクターが多かったんですよ。新しくバージョン5から始めたキャラクターが作成されるのが多くて、あ、これすごくやってよかったなと思いましたんで、はい、これを拡張して今回はじゃん、こんな感じ。おー、どのバージョンからでも始められます。すごい、すごい。まあ、なのでバージョン4の物語もう一回遊びたいよという方は、うん、新しくキャラを作ってバージョン4をもう一回遊んでもらうとかっていうようなことができるようになります。結構コメントでも4からやりたいっていう人もいるやっぱいるんですね。いろいろね楽しみ方がね人それぞれ、まあ、4ちょっと遠いしね。まあ確かに、はい、2やって3やんなきゃなんないんで、うんうん、ただしですねバージョン5の時と同様にレベルは1からスタートするところは変わってないのでご注意ください。はい、うん、なるほど。はい、続きまして、はい、冒険ガイド、こちらがバージョン4に対応しました。お、冒険ガイド皆さん使ってますかね。はいはい、現在バージョン3の物語を終えるとガイドが終わりなんですけれど、バージョン 6.0 からはバージョン4の物語もガイドが表示されるようになります。うん、こちらのガイドが表示されていると次の行き先に飛べたりとか非常に便利なので、はい、うん、ぜひこちら初めてバージョン4遊ばれる方は、冒険ガイドの方をオンにしてください。ありがたい。続きましてエンゼルスライムボーレベル99まで対応するよ。それから魔剣士でも装備可能になるよ。でかい、でかい。エンゼルスライム棒、こちらをかぶると戦闘で獲得できる経験値を3倍、プラス 200% ですね、正確に言うと、はい、してくれる装備です。まあ、今まで、バージョン5の段階だとレベル89以下だったかな、はい、なので99以下まで変更します。これでね99までかなり早く、レベルアップできるんじゃないかなというふうに思います。はい、100ぐらいまでいけるとまあそこまで足引っ張らなくね。そうですね、はい、100あれば全然、はい、いろんなついてきますね。はい、防衛軍とか邪神とかもいけると思いますんで、うん、使ってください。はい、続きまして、レベル99までメタルウキイベントに参加可能になります。おお、太っ腹、こんな感じ。すごい、新人さん向けサーバー、カムバックさん向けサーバーで実施しているメタルウキイベントなんですけど、はい、今まで89以上になるとこちらには出現しなかったんですが、6.0 から99以下でも、メタルウキが出現するようになります。すごい、はい、さらに、はい、こちら完全に、新人さん向けなんですけど、ドルボード、うん、こちらが、物語の最初から借りられるようになります。借りられる、はい、こんな感じ。お、やっぱりもう一回ドルボード乗っちゃうとドルボードないのなかなか厳しいじゃないですか。厳しいです。案外そのゲームを始めるとドルボードが手に入れられるまでって遠いんですよね。サブとかでやってるとあっという間なんですけれど、はい、初めてプレイされる方としては結構遠いですよね。うん、とはいえ、まあ、クエストもあるんでこれどうしたらいいかねということをいろいろとそのイベント担当とかワールド担当と相談をして、じゃあレンタルドルボード屋を初期村に配置しようというようなことになりました。まあ、こんな感じで、ここはグラニの町かな、乗り物係という人がいますんで、うん、その人に話をかけるとレンタルドルボードというものを借りれるようになります。ドルセリンは自腹、ドルセリンは自腹、ドルセリンは自腹か、はい。で、こちらのレンタルドルボードはドルボードをゲットするクエスト、ライドオンドルボードをクリアするまで、借りていることができます。そちらのクエストをクリアして自分のドルボードをゲットしたら自動的に返却されています。ひどいコメント、初めは自分で走れって言ってまあまあみんな走ったぜですからね。いいんじゃないの、走りましたね、はい、うん、
確かねドルセリももらえたような気がしたな。テストした時ちょっとねここは変わってるかもしれません。なるほど。が1つ2つはくれる。はい、はい、いくつかくれます。うん。でこちらのレンタルドルボードなんですけれど、はい、注意点がいくつかありまして、見た目の色変更とか、染め物とかはできません。フォルムチェンジもできません。借り物なんでね勝手にデフォルトのドルボードになります。はい、それからチャージブースト、こちらも今普通皆さんやってると思うんですが、はい、開放クエストがありますんで、はい、レンタルドルボードの段階ではチャージブーストもできません。あと、期間限定で行われているドルボードレースの方にも参加できません。あ、レンタルでは。チャージブーストないからね。そうですね、ちょっと勝てない、ね。参加してもなかなか勝てないと思いますんで、はい、ただこれが入るだけでもだいぶ出身村とか小国に行くまでの、移動は楽になるんじゃないかなと思いますんで、はい、初心者の方はぜひ使ってください。うん、続きまして、はい、ウェルカムビッグギフトバージョン6こんにちはキャンペーンを行います。お今ねログインされている方皆さんご存知だと思いますが、はい、バージョン5ありがとうキャンペーンっていうのが行われているじゃないですか。はい、あれのバージョン6版ですね。うん、バージョン6リリース当日からかな、うん、じゃんこんな感じで、新しくバージョン6から実施されます。はい、キャンペーン期間中にゲームにログインして書店の NPC に話しかけると最大20日間分まで素敵なアイテムがもらえます。うん、こちらキャラクターユーライザーとラダガードですね。はい、はい、11月11日から、開催の予定です。うん、そうこの間ねちょっといきなり終わってびっくりした。いきなりね、すいませんでした。これも本当すいませんでした。私もびっくりしました。あれもうやってたっけとかってちょっとねもうなかなか複雑になってる中身がね。まあそうですね。ある場所にみたいなねそういう問題があって、はい、すいませんでした。いえいえ、はい、こんな感じの、ものがもらえますよ。まずチャットでもらえるスタンプ3種類もらえます。ユーライザーのこんにちはですとか、こちら、まあ、ある2人ですね、とある双子のキャラクターのスタンプとかももらえます。はい、それからキッズドルボードプリズムですね、キッズボードプリズムか、こちら映像の方持ってきましたんで、動画の方じゃあよろしくお願いします。はい、おキッズあ、後ろに黄色いの。ドラゴンキッズのキッズか。そう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 。揺れてるよ。わ、かわいい。2年前ぐらいかな。エアボードプリズム。すごく人気があった形で、それの、はい、カスタマイズになります。後ろにキッズがね、ふわふわついてるんで、すごくかわいい感じかな。かわいい。はい。こちら差し上げます。はい。かわいい。うん。コメント見たら双子のところがすごい皆さんくじいてましたね。え、そうそうそう、なんかオスとよろしくな2人が左右対称のそう、これプリントミスじゃないから双子になってるねっていうところに羽のなんか感じ。危なくさっき名前言いそうになりました。どこにも出てなかった。今どこが出てるんだ。みんな結構コメントでそこに一番食いついてた。ドルボード全く頭に入ってきた。順番逆にすればよかったね。いや本当に。はい、他にこちらのキッズボートプリズム以外にも、17日目にはデュキテショップポイント1000ポイント分もらえます。1000ポイント、はい、ポイントでかすごい、はい、これ、1アカウントになりますんで、はい、どれかのキャラクターに渡してください。それから20日目、大聖堂のオルゴールですね。こちら家の中の音楽を大聖堂のある街に変更できる家具です。この曲、うん、チャチャララチャ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 ってやつね。そうイジェルナとかのわけですね。そうですそうです。これね動画用意したかったんだけれど、うん、はい、できませんでした。すいません。了解です。はい、まあ、ぜひ手に入れて聞いてみてください。いすごく家の中がねこう勇壮な感じになりますよね。うん、はい、本当ログインして街行くだけでスタンプもらえるからね、はいはい、本当に気軽に、ね、うん、もうちょっと落ち着く曲がいいな。まあ順次ね。はい、まあ、いろいろあるじゃないですか。静かな村とかすごく落ち着きますんで、はい、お好みに合わせて使っていただけるといいかなと思います。はい、以上、バージョン 6.0 で行われる、新規さんとか復帰さん向けの、改善点になります。はい、ありがとうございます。改善点のキャンペーンとかですね。うん、続きまして皆さんお待ちかねのこちらです。じゃん、新コインボス。お、早い。新コインボスが出るよ。バージョン 6.0 に登場する新コインボスの紹介です。何でしょうね。何でしょう。何でしょう。ね、
アミなんだと思う。ムド。ムド出たよ。出た。僕は倒してなかったなんでしょうね。コメントだと結構ゲマ、ハーゴンが多い。今、ね、ハーゴンか出てなくてそこら辺の中ボスぐらいの ね魔王手前と言いますか。はい。イザヤール。イザヤールはやばいでしょ。残念よって出てきたらびっくりする。はい、ジャミゴン出てきてますか。ゲマの前にジャミゴンを挟みそう。ハーゴンね。ビクレツキーラ、キーファ、キーファ、キーファ、この中には出てないかな、出てない、出てないですね。今までね必ずは出てますって言ってたけど、結構ね、デスマシン、カメ戦には違うやつ、ゲーム違う、出てない、結構な名前出てるのに、結構出てるの、はい、行きます、ジャラ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 ジャン。新コインボス、アンドレアルです。あー、こう来たか。3体トラケー4、はい、こう来たか。3体、うん、こちらですね、戦闘中の一場面を撮影してきましたんでご紹介します。まあ、まずはアンドレアルってどういうキャラクターかっていうやつなんですけれど、ドラクエ4で皆さん戦われた記憶があると思いますが、デスキャッスルの結界を守っていた4体のボスモンスターのうちの1体です。初、うん、他にエビリプリストですとかギガデーモンですとかヘルバトラーとかがいます。なるほど。はい、ではドラクエ10ではこんな感じ。じゃん、うわ、怖怖。3体、3体、やっぱ3体囲まれるな。強そう。結構ね、ムドもかなり頑張っていろいろな原作再現をしましたが、はい、今回も面白い感じになってます。お、3体同時にいきなりみたいな。うん、うん、あ、順番で動く。うん、どうでしょうね。口の中めちゃめちゃ青いですね。ブルーハワイのなんかシャーベットでも食べたみたい。かき氷食べた。そうそうそう。あ、なんかコメントで A、B、C っていうのがない。うん、お、確かに。え、そこもポイントってこと？え、てか、あ、分かった。よく見てんな。呼び出す。いるとかってこと。次行こう、次行きます。みんな知りたいよね、アクセの情報いきます。じゃん、新アクセサリーの紹介もします。もう一回言います。はい、画面は開発中のものです。はい、はい、行きましょう。ちゃんと何度も言いましょう。はい、何新アクセサリーこちらです。その他アクセで最大 HP が上昇します。支流の攻撃、最大 HP ってことは、HP、え、しかも、え、その他、その他、その他、え、だ、うん、大腸大流玉の上、ね、なんかさらに上、はい、さらに上っぽいよね。流玉、大流玉、大流玉をくっつけたやつ、ね、いきます。はい、第三世代アクセサリーと、はい、第二伝承合成というものが 6.0 から入ります。第二伝承来ちゃった。第二伝承世代、はい、すごい。じゃあ順に説明します。今回から初めて第三世代アクセサリーというものが入ります。これに伴って、はい、第二世代アクセサリー、第一世代アクセサリーという概念が今回から入ります。定義ですね、こんな感じ。なるほど。はい、ここで言うと第一の流玉が第一世代、はい、第一の大流玉が第二世代、支流の攻玉はその上位の第三世代になります。お、はい、なるほど。他にもね、第一世代チョーカーと中世のチョーカーとか、まあ、一番分かりやすいのは第一世代が銀のロザリオ、はい、第二世代が金のロザリオとか、そんな感じですね、うん、で結構これ、まあ、ロザリオとか分かりやすいんですけれど、はい、これって何に伝承するんだっけって分かんなくなるときあるじゃないですか。名前が微妙なのに、はい、ありますよね。あれこれどっちだっけな。それがこんな感じで、必ずアクセのメニューから閲覧できるようになります。おー、本当だ。なるほど。例えばこれは支流の攻撃の詳しく見るをした画面で、はい、自分は第三世代だよ、自分の下の第二世代に第一の大流玉と第一の流玉があるよというのが分かるようになります、うん、なるほど。同様にですね、第一の大流玉を詳しく見てもらうと、自分が第二世代で第一世代がこれで第三世代はあれですっていうのが分かるようになっています、うん、はい、結構もうみんな名前でね想像してるよ。ダイヤのロザリオとかプラチナのロザリオとかみんな予想してる。上位のね、さすがすぎる。さらに上の何が来るかを、うん、
じゃあ、第3世代が出たことによってどうなるか、はい、第2世代伝承合成というものが新たに入ります。第2世代伝承合成、第1世代第2世代というふうに、はい、あの世代の伝承ですね、はい、説明します。これまで伝承合成と呼ばれていた既存の合成システムが拡張されます、うん、第1世代プラス3を第2世代後に合成することを指します、はい、そうすると伝承された効果は、今まで伝承効果って書いてあったんですけれど、第1伝承というふうに書かれるようになります、うん、なるほど、うん、さらに、第2世代のプラス4、第1の有力プラス4を第3世代に伝承することができるようになります、はい、でその場合、第2世代伝承を行うと、第2伝承を行うと、第1伝承はついてたものがそのまま、伝承されます、はい、第2伝承は第2世代の合成効果のいずれかがランダムで伝承されます。見てもらった方が早いね。同じルールです。こんな感じ、はい、そう、なるほど、こんな感じで、伝承が2つつくよっていうのは簡単な話ですね、うんうん、頑張ってつけたものはなくならずにっていうことですね、うん、はい、椿さん大丈夫？はい、まあ、理論値を目指して作って合成しましょうということですね、はい、第1世代はそのまま伝承されるよ、はい、大流玉の合成効果のどれかがランダムでくっつくよってことですね、はい、はいはい、説明の補足なんですけれど、第1伝承効果のついてない第2アクセサリーを第2伝承に用いることはできません。あ、できないんだね。そうそうそう、流玉を伝承させてない大流玉を光玉に伝承することはできないよ。必ずプラス4にしてね。なるほど、うん、2つ目、第1世代アクセサリーを第3世代アクセサリーに伝承することはできないよ。流玉をいきなり伝承させることはできないよ。必ず順番にやってね。はい、はい、それから、第3世代アクセサリーについた伝承効果を上書きしたいときは、第2世代アクセサリーのプラス4がもう1回必要だよ、うんうん、とりあえず2回伝承つけたんだけれど、はい、もっといいのに書き換えたいよっていうときは、うん、大流玉のプラス4がもう1回必要、うん、なるほど、なるほどね。ちゃんと第1から始めてく、第1から集めてくださいよってことね。そうそうそう、1個飛びはできないよっていうだけです。道のりが長いですね。じゃあもう次のクリスマスに第一の流玉プラス3、うん、配りましょう。嬉しい、嬉しい。それで新規さんもにっこり。あとね、最後のやつもうちょっと説明すると、光玉プラス、光玉に第一伝承第二伝承がついている状態で、大流玉プラス4をもう一回伝承しようとすると、第一伝承はどっちにしますかって選べます。で第二伝承はどっちにしますかってそれも選べます、うん、はい、だから、うんうんうん、そこはちゃんと選べるよ。選べるなら全然ね、うん、です。で、ちょっと大変だよねっていうふうな話がありましたが、はい、第一の流玉の合成エナジーの最大値を30から3に変更します。助かる、うん、30から3、30から3、だから3回合成すると4回目にはもう効果が選べるよ。あ、素晴らしい。もう流玉の理論で作るとめっちゃ楽になりますよ。だってもう一周したらね、もうねえ、そうですね、もうロスターとかで行けば、ロスターとかでね、あっという間だと思います。なるほど、はい、もう、はい、大丈夫で、クリスマス配らなくていいです。30から3に、すごい、すごい、ね、これならいいでしょ。これだったら初心者まだ行けるな。もうこの合成エナジーとかね、3段であっという間です。はい、4回目には必ず会心の合成が出ることになります。そうですね、現在の例えば流玉で、合成エナジーが17とか溜まってる場合があるじゃないですか、はい、その場合は、3分の17って表示されて、次に、合成するときに必ず会心が出るようになります、なるほど、はい、4回目以上の場合は次は必ず開始になるよですね、はい、なのでそこも安心してください。じゃあこれから第3世代が出てきたら、もうこんな風に第1はどんどん第1世代は、はい、緩和します。他のアクセサリーも、はい、第3世代が出たらね、はい、はい、そのようにします。じゃあ第2もエナジー15ぐらいにしてもらって、
ね、まだ出る前 ね、うん、10か15くらいにしてもらって、まあ、ちょっと様子見て 6.0 で様子見て、うん、あの第二世代しんどいねって話だったらそこの緩和も検討はします、うん、はい、結構あるんだよね、次の出るとさ、あ、純理論だったから一人でシコシコやるかみたいな、554とかありますよね、やりますありますあります、なるから、はいはいはい、でですね、注意点なんですけれど、今、説明しましたように第一の流玉の、ね、理論値作るのがあの簡単になりますので、うん、クローバーの鍵を第一の流玉には使わない方がいいですよというふうなことを、言っておきます。おう、それから、第一の流玉の合成を目的としてクローバーの鍵の購入やすでにお持ちのクローバーの鍵を、第一の流玉に使う場合はあのご検討くださいということですね、うんうん、はい、またですね、先ほどあの椿さんが言ってくれましたが、今後も第三世代アクセサリーが出たら、それに対応する第一世代は緩和する予定ですので、うん、まあ、あんまり第一世代に関してクローバーの鍵とかを使わなくていいんじゃないかなと言っておきます、うん、はいはい、まあ、それがいつになるかね、そこはお約束できないので、うん、必ずしもってわけじゃないんですが、第一世代はいつか緩和されるよとだけ言っておきます、はい、うん、はい、まあ、今ロスターとかあってね、だいぶ楽にはなってきてますけど ね、 ね、まあ、ロスター入ってね、本当楽になりましたね、うん、神、ロスターは神、うん、ありがとうございます、うん、この間あれが入ったじゃないですか、タロット、うんうんうん、あれでサブのタロット合成をめちゃくちゃやりましたね、はい、なるほど、はい、私から情報コーナー以上になります。ロスターの枠増やしてってめちゃくちゃ確かに、ね、あ、知るよ、言い出したらね、切りないですけども、あ、いや本当いいよね、はい、うん、あ、プチとかも順次ですかね、うん、まだこのボス慣れてないだろうなみたいな人を助けに一緒に行ってあげるのもちょっとほっこりするシーンだよね、まあね、はい、避けとなるほど、いや、ソーサリーの技別に避けてるわけじゃないですよね、避けてるわけじゃないです、はい、ソーサリーソーサリーリングが救われないっていうこと、まあまあね、状況もだいぶ変わりましたしね、いや、あれさ、だって戦闘終わった後にいくつでしたっけ、ソーサリー回復するの、1とか2とか、うん、ですよね、あれが今仮に10になってもあんまり変わんないからね、はい、うん、MP の重要性が変わりま、歴史とともに変わりましたからね、魔戦も変わったりとかね、勝ち時もついたりとか ね、達人のねがかなり強力ですからね、はい、はい、なんかうまくね、もう勝ち時のリングとかに変えちゃって全く別のね、はい、相乗効果とかにしちゃう、うん、それはもうくしゃらみ、そうですね、くしゃらみレベルの変更が必要かもしれないですくしゃらみレベルの変更ってパワーワードすぎるでもまあお世話になったリングでございますからね、そうですね、捨てられませんし、捨てられない気持ちはあるけど、はい、結構落ちるからね、うん、うん、はい、はい、はい、以上 6.0 の今回の情報になります。また次回のね、DQ10 TV の時に 6.0 の情報をお話したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、盛りだくさん、でもやっぱ HP のね、うん、合成アクセサリーは一番、ね、燃えますからね、燃えるから、はいはい、合成する楽しさもね、うん、あるし、はい、いいのは気になった、分かりました、うん、私今まで木工ばっかりやってたんですけど、そうだね、そうなんですけど、最近そのレベルが120まで上がったじゃないですか、うん、だからもうだんだん自分でもボス倒せるようになってきて、最近めちゃめちゃ迷宮行ってるんですよ。だからちょっと今新しい青い口のやつちょっとなんか戦ってみたいなって気分で、そう、私も大流玉めちゃめちゃ好きだからちょっと第三世代、ね、うん、行ってみようかなって思いました、うん、なるほどね、どんなね戦いの模様になるのかも ね、 ね、これ期待していきましょうよ、期待してございます。そしてアーミーは、ね、アーミーは、はい、いや、やっぱりちょっと被っちゃうかもしれませんけど、やっぱりヒットポイントのアクセサリーっていうのは、まあ、一番最初にやっぱ作んなくちゃいけないやつですもんね、うん、ちょっとね、数字にビョーンと出ますから、うん、そうですよね、どの戦いにもヒットポイント一番大事なんで、
これはだから福引きで売ったら高値になるでしょうねコインボスね。まあまあそれはそうでしょう。そのために福引き券貯めようかなってね、はい、なりそう。そうだからみんな絶対券買いますよね、うんうん、ってことは最高の稼ぎチャンスが訪れるってことですよね。まず強くなる前に強くなる前に、うん、お金を手元に、はい、僕はお金持ってることが一番強くなってる気がするんでそういう強さもあります。そういう強さもありますよね。ありますあります。コメントでもさっきからあのブレス系のね装備が値上がりするんじゃないかとか、うん、なるほど。結構コメントでも皆さんもう準備してますから。はい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 。うん、しっかり準備して、はい、ね臨んで参りましょうよ。準備して参りましょう。はい、うんはい、ということで以上安西先生のプチ情報コーナーでございました。はい、安西先生ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてのコーナーはこちらです。はい、超バトルチャレンジ。待ってました。はい、ここからはゲストの皆さんと一緒に現在行われております第6回フィッシングコンテストに参加して対決をしていきたいと思います。はい、6回目となる今回は寿司三昧さん完全監修の旬のマダイを釣ってそのサイズを競うコンテストとなります。今回も最大ランキング、最小ランキング2つのランキングとピタリ賞を用意されております、うん、またサイズ別の報酬もたっぷり用意されておりますので獲得を目指して頑張ってください。はい、こちらのフィッシングコンテストは来週10月10日日曜日までとなります、うん、そして今回のコラボを記念いたしまして全国の寿司三昧の店舗にてコラボメニュードラゴンクエスト10コラボ記念タイと人気の握りセットを販売中です、うん、今年のコラボメニューはイベントテーマであるタイをメインに寿司三昧自慢の本マグロや人気の炙りを加えた限定特別セット。全店舗感染症予防に取り組み営業してますのでどうぞ安心してご来店ください。はい、ということで本日の対決はですね椿チーム、はーい、アーミーチーム、リーナチームの3組に分かれまして制限時間10分、こちらの10分以内にですね釣った旬のマダイの最大サイズの大きさを競っていただきたいと思います、うん、ペアの最大サイズの合計値が一番高かったチームにはなんと寿司三昧さんよりも、より1人3000円分のお食事券をプレゼントいたします。絶対欲しい、絶対欲しい、絶対欲しい、絶対これは、はい、譲れない譲れない。チームのお二人にしっかりですね渡されるということで中身も見てみましょうか。はい、え、何これ初めて見る。入っておりますよ。はい、こちらね欲しい。はい、頑張ってぜひ優勝してコラボメニュー食べに行ってください。はい、はい、いや行きたいなこれは。いや今夜でも行きたいですね。帰り ね一緒に行く。うん、勝ったらじゃあ、アミさんが勝ったら奢ってください。ああ絶対ですよいや、なんで皆さんに向かって言わなくちゃいけないの、ね、ちなみに見たら皆さんどのぐらいの大きさ釣りました。うん、ちょっとね結構ね、ちょっと聞いてみて。私は 1333.2 って言ったの。惜しい惜しい惜しい、惜しい、ほんと2人惜しいと思ってそれつぶやいたらその直前に青山さんがね、上と下で上と下でピタリの上と下を釣ってた。こんなにピタリがやっぱ出ないもんね。え、1333でさ釣りましたらそれピタリ賞だ。すごいピタリ賞釣った人がいる。うん、すごい。まあ、それは言うとあれですけどね今のところランキング1位が1360くらいでしたっけ。1600ぐらいか。ちっちゃい方も200くらい。250でした。すごいねえ、はい、うん、ね、存在するの。え、本当にマダイなのっていうぐらいのサイズ感ですよね。そんなことしたら最大の方も本当マダイ、はい、16メートルのマダイはいないけどね何メートルのマダイいないですか、うん、ピタリ賞2回釣った重さもすごいですね。最初257.7か、そして、はい、あの今回黄金もね、うん、あるじゃないですか、うんうんうん、はい、プラスルールといたしまして、はい、黄金を釣った方なかなか釣れませんから、はい、は2人の最大サイズを釣った、長さプラス10センチ、うん、お1匹当たり1匹ごとに10センチ、黄金の数かける、はい、ボーナスがボーナスつきますので、うん、黄金はかなりお得でございます。大きいね、10センチ大きいですね。でかいですよ、ね、はい、そうでもね、今回黄金自体はちっちゃい黄金も存在するんで、ね、うん、ちっちゃめですよね。今まで黄金イコール大きめなイメージありますけどね、はい、うん、すごくね、はい、普通のサイズの黄金がよくね上がりますよね。油が乗ってるじゃないかな。そのイメージがあります、ね、だから黄金さ、うん、なんか大きいのでしか存在しないようにしてほしい。そう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 、1000、ね、400以上とかね、
ね、500以下とかね。だってなんか釣り上げて黄金だ、ズコーってなるから、うん、なる。そうそう、なんかありがたみがあまりなっちゃったんだよね。黄金の方がすごく大きいのが出る可能性が高いし、すごく小さいのも出る可能性が高いんだけど、あの担当者と相談します。そうそうそう、だからコインの還元率がいいんだよな。そうそうそう、うん、うん、ね、ちょっとここら辺はね、皆さんの感想次第ですけどもね、はい、うん、はい、それでもいいって人もいるしね、はい、うん、コイン多いか嬉しいって人もいるしね、うん、はい。まあ、ちょっとね、マダイはね、結構癖のある釣り方といいますかね、大きく口開けるということでございまして、ぼーっとしてるとね、逃げられてしまいますので。私はそのぼーっとしてる時に多分ちょっと寝落ちしかけてて釣ってたっぽくて、あのノーモーションで痛恨で噛みつかれたと勘違いして、さっき青山さんと安西さんにノーモーション噛みつきやめてくださいって言ったら、え、そんなものはありません。だいぶ寝ぼけてます。それ連打してますね、完全に。口開けた瞬間見逃してるだけって。でもそれあると思うんですよね、それでポチポチしてたね。はい、ということでね、早速準備始めていきたいと思います。はい、ご覧の皆様にはですね、アンケートをご協力お願いいたします、うん、どのチームが勝つでしょうか。のアンケートはニコニコ生放送のみとなります。ご了承ください、はい、あの他の配信でご覧の方はコメントで打ち込んでくださいね、うん、どのチームが勝つと思う。1、椿安西チーム。2、アーミー青山チーム。3、リーナ竹若チーム、うん、勝てる気がする。うん、勝てる気がする、うん、勝てる気がする。竹若さんといったらフィッシングコンテスト生放送中一番ちっちゃい魚使ってるんですよ。前回の、ね、放送の時 は最初やりました。頼みますよ。それだけは自信あります。まあ、ちっちゃいの釣っても大丈夫ですかね、今回は。そうですね、確かに。罰はないんで、罰はないです。はい、ハンデはないんで。まあ、その点僕らのチームは青山さんがいますから。いや、まあ、そうなんですよ、青山さんね、いざとなったらこうパパ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 パってやればね、数字一桁ぐらい載せること可能性がある。一桁載せたら13000とか出そうですよね。チートです、それは。ダメです、ズルはダメです。はい、では結果見てみましょう、こちらです。青山さん強いかな、こういう勝負もの。はい、やっぱり青山チーム 40.0、 リーナ竹若チーム 32.1。 青山さんがやると思ってる。アーミーへの期待値はないのかな。僕は、まあ、それもあるんですかね。うん、僕はでも2年前の東京ゲームショーの釣りで怒られてますからね。前回ね、マグロ以外のね、マグロ以外、うん、皆さんお魚袋空っぽになってますか。あ、大丈夫です、はい、なってます、なってます、はい、私これで前回も完全にあの杭ポキッと折れてますからね、うん、はい、パンパンでいっちゃって、はい、頼みますよ。私と安西さんが一番アンケート結果低いですけど、ね、地味に、なんでしょうね。気楽にいきましょう、気楽にね、気楽にいきましょうね。安西さん、釣り竿忘れないでくださいね。大丈夫です、大丈夫ですか。、はい、ちゃんと帽子もかぶってます。それでは帽子も、私もちゃんとあの釣りレンタルセット来ますから、はい、やる気満々です。それでは参りますよ、10分間ですよ。あ、もう、あ、もう始まる。じゃあ、はいはい、準備 OK ですか。寿司団前、行くよ。うん、行こう行こう、大丈夫ですか。はい、ちょっと待って、あの、水辺に行った水辺に行って、はい、うん、多分放送終わったら閉まってますけどね。いや、それ別に日にち改めても、はいはい、集合してね。行きますよ、皆さん準備行きました。まだ垂らしちゃダメですよ。はい、まだダメ、はい、ダメですよ、それでは参ります。はい、第6回フィッシングコンテストチーム対抗釣り対決スタートです。おりゃー、よっしゃー、投げます。絶対勝つ、行こうぜ、絶対勝つ。来た、お、さすが、よし、いいですよ、早いの。これね、声かけましょう。ねえ、全然かかんない。でもコルタのとこ全然かかない。あ、よし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 、今回は、よし来た、諦めるは OK なんですよね。 OK ですね、今回諦めは OK で、諦めます。これ1匹目は絶対ね、カメラ向いてくれますもんね。やりますよ、いけるいける。安西さん、銀行、お、銀来た、いきなりか、2発目で銀が来た。どうだどうだ、ね、1100くらいにした。でも黄金プラス10、やったー、いいよ、プラス10、プラス10、でかい、リーナ持ってる、1222、これでかいんじゃない。あ、1305いきました、すごい、ね、一発で1305、やべ、1267、でかい、しかもでかい、優しい、超元気玉使ってくれてます。経験値にボーナスが入ります。青山さん使っていいんですか。あ、高かった、いいけど、青山さん超元気玉使っていいんですよ。諦める。おー、リーナ早い、2匹目と1300台。おー、素晴らしい。コルト、他の魚多くないですか。ねえ、そう、釣り場によってね、うん、他の魚の多さが変わりますよね。黄金を2匹ぐらい釣って、うん、
1300円ぐらいだった。いやいやいや、そうですね、黄金に行き連れたら大きいですね。すごいね。でも黄金ちょっとペース少なないですか今回。少ない。ねえ、それを一発目で、すごいね。1300人。すごいね。おー、すごい。いいよ。じゃあ青山さんに全く重なって、青山さんが消す釣り。よし、来い。1330ぐらい行きたいね。1300行った。あ、しまった。ナイスナイス。1300超えればもう安心。ダメだ今日。これ釣りやってると黙っちゃうねこれ。いや、口開けてんの見逃す。わかる、わかります、わかります。あの A 連打してるとね。そうなんですね。お願いします。カズ、カズの数諦め。どうどう。お、青山1336。何、え、うわー、え、マジか。それでかいよ。それ、でかい。マジか、それ超えないと。36。あたし1331。おお、素晴らしい。え、1336は相当でかい。相当でかい。いやいや、だからそうなると椿さんが黄金釣ったらプラス10ってことですよね。1332いった。あー、え、おー、あ、いいよいいよ。やばい、アンズさんやばい。まだまだ始まったばっかり。黄金欲しい、黄金お願い、黄金。お、なんだ、1336って3日間ぐらいやっても引けなくない。お、来た、黄金引いた。やばい、あ、やばいやばい、黄金はやばい。ちっちゃいぞ、ね、だからちっちゃくてもいいから、僕らも黄金引いた。僕らも黄金狙い。黄金ばっかりじゃないですかこっち。黄金一匹は釣りたい、黄金一匹は釣りたい。釣ろう、釣ろう。ちょっとなんかその黄金のさまけすげえ悔しいから、やだなこれ。いや、私も黄金釣りたいな。よし、カズ、カズ、ちょっとカズ釣ろう、カズ釣ろう。うん、カズもう、うん、ミスなく噛まれるだけ気をつければ。そう、うん。もう他のかかってないからね。あら、32.8。でも1336は超えらんなそうだな。ねえ、それでかいな。偏差なら普通だな。キーゴ、あか、ちょっと黄金の差で負けそうだな。いや、それちょっとね、避けたいですよね。1200台。最悪もうマダイ色塗っちゃいましょうよ、もう。今やめろやめろ。あと何分ですか、あと何分ですか。あと7分。あと7分。まだ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 。大丈夫大丈夫。全然ある、全然ある。うん、大丈夫、大丈夫。1274って、文英公安の駅とかじゃなかった。星なんか、なんか不備来犯が攻めてきたやつ。あ、まだ通行。いやー、不備来か、不備来好きよ。確か不備来攻めてきたもん。うん、不備来好きよ。やばい、歴史に耳傾けてもらう。あかん。リーナちゃん、容体だけじゃなくて不備来も好きだから。そう、不備来好き。集中、集中。妨害工作に出てんだけど。やばい。いやー、違うチームだけどね、私たち。うわー、違うの、違うの来た。痛恨だけは食らわないように。痛恨危ない、諦める。急いで釣ろうとすると痛恨するしまった。そうそうそう、逃げちゃう。お願いします。せめて金来て、せめて金。おお、ノーマル。でもでかい気がするよ。あれちっちゃいな。あー、1200台が続くな。あれ、安西さん今のところ黄金一匹。いや、一匹でも十分。リネちゃん1200台で、あ、でかい。大体日本でいうと鎌倉時代。なるほどね。やばい。まだ5、6分あるよね。危ない、大きな口。あ、まだ半分ぐらいですか。いいぞ。いや、無口になりますね。31.1 か。もう一回引かない。いや、いい、いい。いや、もう、金が来ないんだったら、じゃあもうノーマルのやつででっかいにいっちゃいましょうよ。そうっすね。ノーマルででっかいのあるよ。金の声、でかい声。いや、金来てない。うちも来てないから。ちょっとやばい。金が全然来ないんですよ。金に縁のないチームだな。1200台。お、いくつだ。あ、ちっちゃい。半分、あと5分。5分。半分、はいはい。折り返しだね。金にね、全然縁がない。カメラさん、あ、余計なのにかかった。一応指輪はちょっと金なんですけど。それだけ。すみません。純金？うわ。え、さっきリーナちゃんにあの寿司三昧行こうねって言ったとちょっとヒヤッとしました。なんか急にちょっと指輪がきつくなったけど。じゃあ奥さんも一緒にご一緒に、ね、コメントで浮気だなって言われてましたね。アーミー新婚で。そう、新婚さんや。いや、でもちょっとこれね、寿司三昧取りますよ。あかん。マジ欲しい。連れててあげないとね。連れていかないとね。1200、1200台。そう、もう、あー、1300来ないな。引っ越した最初のご質問だ。1287、1300超えない。そして金が出ない。よしよし。いやー、金の欲しい、お願い。来い来い。いや、ちっちゃい、ダメだ。ダメだ。危ない危ない。口開いてた、連打してるとこじゃない。1300もう更新しちゃっていいのよ。大きさランキング更新しちゃっていいのよ。
ちょっと釣るところ変えたら変わるんですかね。これね、あんま関係ないんですかね。まあ理屈上は関係ないでしょ。今からスプレッド来たら、あ、でもちょっと離れた。いいよ。ちょっと一歩離れた。時間がやばい。一歩左。やばい。まあ金庫編。はい。カモ。1290。せめて金。せめて金。せめて金。黄金来た。いや金来ないね。タイムアップした時にかかってたら OK ですか。かかってる OK です。その一匹はセーフにしましょう。かかってるのまでオッケー。はい、オッケー。再現。レンダレンダ。垂らしてるだけやだめ。レンダレンダ。この帽子思いの方が可愛いですね。めちゃくちゃ可愛い。悪くないんだけどな。ちょっともう。やばい。三分前。こい。こい。上がれ。赤。めっちゃ端から頑張ろう。みんなの足元。1297。みんなの足元ギリギリ攻めるところに。あんたさんが1330台出せば相当勝てる。そうね。金欲しい。20台金出したい。金出したい。もっと出したい。一回だけじゃない。そう。これありがとう。最初の10分のうちの最初の3分ぐらいでみんなマックス記録出して、そこからちょっとあれですよね。もうそんな感じがする。あと3分ぐらいかな。ちょっとみんなスタートダッシュ良すぎた感じですよね。そうね。確かに。いや全然出なくなった。じゃあなんかもうなんならタイすらかかんなくなったんですよ。1600とか本当にそんなにするの。あかん金庫編でかいんちゃう。でもよし、あ1270全然74名。おー1320来た。あ違う、マジか。やばい、それは勝てる。あともう黄金一匹っつったらもう勝てるぞ。黄金来い、黄金来い。え、これ応援されたら変わるのかな。え、黄金のマダイは1匹につき1センチですよね。10センチです。あ、そうですか。あ、すごい人出した。あ、もったいない。いや、ちょっとこれもったいない。黄金釣れないな。まあでも僕が1336がマックスかどうかはまだ言ってませんもんね。あれ今黄金釣ってるのって安西さんが1匹と1匹、私も1匹釣ってます。おー、880。ちっちゃ。最初を目指してる人がいる。おい、嬉しい。あかんな、後編の秋。お願い、ね、黄金かの1290で、あかん。938。1310。やばい、あと何匹いける。3匹ぐらい。3匹ぐらいですね。あと何分ぐらいですか。2、3匹。ああ、あと1分ぐらい。青山さん、そろそろパソコンいじる時間が。800、もう違うのかかった。あ、しまった、間違えた。間違えた。あ、まだ1分前。あ、1分前。もうそんな2匹は釣りたい。2匹ね、2匹釣りたい。2匹は釣りたい。お願い、黄金来てくれれば。お願い、金ピカ。金ピカ、1匹ぐらい来ても来いよな、ほんとに。金来い。来ない。いやー、今日ダメだな。1311。惜しい。連続で来い。お願い。これ1匹間に合う。これは間に合う。873、小さい。もう一個、もう一個いけた。金庫へ。ラスト。あ、1258。これラスト。30秒。もう一匹いけたな。ラストいけ。これいけ。なんでここで違う魚。やった。もう一回、これにかかる。これを。いやこれにかかる。ガクッと、いきなり大きな口や。やばい。ガクッと噛めて、早く。もう最後で締めよう。10秒前。お願い、お願い。10秒。釣って。やばい。ガクッて来いよ。5。あー、ちっちゃい。3。2。1。ここまで。今かかってるので10秒です。よし、あげるぞ。はい、お願いします。ちょ、私はこれ、応援しよう。引き上げるところから。おお、よし、いけ、おら、応援、ダメだ、応援で金、僕も金じゃない、僕あげますよ、1266、ちっちゃい、皆さん釣り竿があげてください、はい、はい、1600台出しますよ、さあ、アーミーと同時かな、それぞれに、はい、皆様の、はい、するで大丈夫です、最大サイズを発表してくださいね、最大サイズと釣った黄金の数、言ってください。それでは参ります。じゃあまずは安西さんから。1329.3センチ。お、1329.3センチ。黄金は1匹。一匹。でかい。いやーすごい。ということで二人の最大の合計プラス10センチですね。はい。そして私が1331.9センチ。でかい。でかい。これいいんじゃないですか。黄金は、黄金はゼロです。ゼロね、申し訳ない。はい、では続いていきますか。続いてはアーミーチーム。アーミー、はい、大きさは
1336.4。 おー、でかい、めちゃくちゃでかいよ、これ単独では。これもう一番、ね、画面から出ちゃいましたもん。あらら、いや、みんな出てる、みんな出てる、みんな出てました、みんな出てる、1336.4。 おー、すごい。アーミーだけにさすが、はい、でも、さすが、なし。黄金はノーゴンでフィニッシュです。黄金でフィニッシュです。さあ、そしてそのチームメイトの、はい、青山です。青山さん、はい、1300飛んで7.0センチです、ね。あら、ちょっとあんまり大きくならなかったですね。あと黄金もなしですね。お、青山さん珍しい、いつもミニゲーム無双してるのに、はい、うん。さあ、では続いてのチームはリーナチーム、はい、リーナ最大サイズは1315.5に黄金1匹、はい、いいんじゃないですか。さあ、では 相棒の竹岡さん、はい、私は1332.2。 おー、まあまあ大きい、大きい。黄金はなしです。なしということで、今スタッフがテスター計算中でございます。結構いい勝負じゃないですか。なんか結構各チームいい勝負じゃない。いい勝負ですよ、うん、マジで。寿司三昧行きたい、行きたい、マジで行きたい。寿司三昧3000、ピタリが惜しかったよね。うん、寿司三昧さん本当ありがとうございます。では結果が出たようです。発表してまいりましょう、はい、まず第3位から。3位はアーミーチーム 2643.4 センチ。なんでですか。一番でかいの釣ったんですよ。すいません、はい、僕は最大限やれるんだ、言いましたよ。わわわ。そして第2位がリーナチーム 2657.7 センチ。うわ、惜しい。優勝は、はい、2671.2 センチの椿杏ちゃんチーム。イエーイ、やったー。結構僅差やね。やったー。本当にその大声のおかげで、大声って大事ですね。すごいよ。ありがとうございます。じゃあこれをしっかり本人に後でね、はい、いただきます。はい、しましょう。おめでとうございます。気楽にできたのが良かったな。アンケート結果もね、はい、最下位でしたけども、うん、見事に優勝ということでございます。はい、わ、はい、かりました。いや本当ね、なんかピッチングコンテストって無心にひたすらつれてすごいストレス、うん、解消になるんだよ ね大好きなんですよ。ああ、よかった。私も一番好きなイベントですね。なんか、はい、なんか釣るだけなのにめちゃくちゃ楽しいよね。うん、アーミーもね、こう今回は一番大きいの釣ってますからね、うん、そうですね、実績ね。リーナとはいけないけど、いけないですね。いや、もうこれはだからもう自腹金って。自腹ありがとうございます。先輩ありがとうございます。いけるっていう権利だけはもうください。なるほど、それでいいです。やめなさい。ね、はい、権なのかね、自腹なのか。もう自腹でいいです。どちら、はい。あと釣りって他のことしながらもできるからね。できますね。できますね。なんか他向きながらとかもできるし、まあ、今回ちょっとガブリされるけど、はい、結構ねそこも楽しいんでね。皆さんぜひ遊んでみてください。はい、こちらの第6回フェッシングコンテストは10月10日日曜日までの開催となっておりますので、まだ参加していないよという方はぜひ挑戦してみてください。はい、ね、サイズごとの報酬もありますので、ぜひね、まだ参加してない方は、うん、楽しんでみてください。以上、はい、1330ぐらいまで釣ったら全部一気にもらえますよね。うん、そうやね、一気にドローンと、はい、うん。そうそうそう、なのでぜひ参加してみてください。頑張ればいきますよ。うん。うん、はい、ということで以上超バトルチャレンジでした。よー、おめでとうございました。楽しかった。あ、そうそう、釣り竿もみんなタダでもらえますよ。はい、ね、壊れたらまた、ね、釣り経験値もね、うん、地味にそうそう増えてきますんで、釣り経験値もらえるし、初心者からね、うん、ベテランの方まで一緒に楽しめますからね。コインももらえる、はい、そう、隣で並んで釣っても面白いしね、うんうん、私サブキャラをオープンしましたこの旅。お、はい、サブキャラのドアをこれをきっかけに初めて釣りのクエストをレベル1からスタートさせました。楽しい。釣り本当だからサブキャラだろうなみたいな人も結構釣ってるよね。はい、楽しいんで皆さんぜひぜひやってみてください。おい、ということで番組そろそろ残念ながらお別れの時間が近づいてしまいました。ありがとうございます。ここで DQ 店からのお知らせです。はい、ただいまカムバックさん応援キャンペーン開催中です。うん、しばらく冒険から離れていたカムバックさんが期間中にログインすると、ログインした機種に応じて72時間のフリープレイ券や嬉しいアイテムがもらえます。ぜひバージョン1から続いてきた大いなる闇の根源との戦いの行く末を見届けに来てください。
特典の内容や対象となる条件は目覚めし冒険者の広場にてご確認ください。だね、多分今見た配信見てる方で、はい、10やってたけどちょっと今お休み中なんて方は、うん、改めて言うとバージョン5の最後でね、はい、あのバージョン1からいたこう、うん、シュッていう手の ね、 全部ね、謎の大ボスの正体含めストーリーがバージョン1から5に渡ってきて、はい、ずっとあの壮大なストーリーが、うん、5で一旦ねそのストーリー完結と、うんうんね、コンゲントの戦いにね、はい、いた主人ということなので、ぜひ気になってるって方は戻ってきて ねそのストーリー体験してほしいですね。ぜひぜひ、うんうん、お待ちしております。そして新人さん応援キャンペーンも開催しております。おい、対象期間中に初めてドラゴンクエスト10オンラインの製品版を登録し、エテーヌの村のお話をクリアすると序盤の冒険が楽しく便利になるアイテムをプレゼントします、うん、バージョン6の発売もいよいよ目前。おい、ぜひこの機会にドラゴンクエスト10オンライン始めてみてください。おい、詳細な情報は目覚めし冒険者の広場にてご確認ください。そう、バージョン6はね結構皆さんびっくりされましたけど、うんね、ドラゴンクエスト9から続いてるのかなみたいな天使たちの存在が ね、はい、明かされてムムムとムムムおっしゃっておりますが、どう9からつながってんのかとかね、9のキャラが出るんじゃないかみたいな期待もね、うん、高まってますから、楽しみにしながら、そこら辺もね、9やったことあって10やったことないという方はぜひぜひやってみていただけたらと思います、はい、では、続いてのお知らせです、はい、ただいまドラゴンクエストオンラインのダウンロード版の半額セール実施中です。お、対象機種は Windows 版、PlayStation 4版、Nintendo Switch 版で、対象パッケージはオンリーワンパッケージバージョン1から5と、追加パッケージドラゴンクエスト10茨の巫女と滅びの神オンラインとなっています、うん、つまり5本分6本分、あ、5本分です5本分ですね、はい、はい、全部が、はい、半額という大変お得なセールとなっております。カンバックさんにも新人さんにもおすすめなので、ぜひこの機会にお買い求めください。 おお友達なんかもぜひね誘ってみるといいかもしれません、まあ、これとは別にね、あのスマホ版とかタブレット版でもね、あの、はい、ソフトなしで、はい、あのできる別のプランもございますしね、気軽に遊べますので、ぜひあのお手に取ってね遊んでみてください、はい、無料体験版もボリュームたくさんですしね。そうですね、はい、ぜひ、はい、めちゃくちゃ遊べますので、うん、ぜひね、まだ買うのはっていうためらう方は無料体験版も試してから買うのもいいと思います。はい、4日で、セールが終了してしまいますので、検討中の方はお早めにお食べください。ウェルカムギフトバージョン5ありがとうキャンペーン開催中です。期間中にゲームにログインすると最大20日分、うん、いろいろなアイテムがもらえます、はい、5日目にチャットで使えるスタンプを増やせるウェルカムギフト印象、うん、そう、ドラクエ10ではね、あのメッセージ、はい、チャットでスタンプをね使うことができます、うん、印象ってねなってますけど、はい、10日目にベビードラボードプリズム、お、20日目には家の中の音楽を変更できる静かな村のオルゴールのほか、たくさんのアイテムを用意しております。はい、本日からログインしても全てのアイテムもらうことができますので、うん、キャンペーンを知らなかったという方は早速ログインしてみてください。行きましょう。新規の方の方もねぜひ十分間に合うと思いますので、はい、ぜひ楽しんでみてください。あのね、結構いいものいっぱいありますね。そう、いいものめちゃくちゃあるんですよね、うん、オルゴールにメダルに、あ、バンマのね宝箱もあるし、あと、はい、経験チャップにもなるね、メタル系もね、うん、結構、うん、ありがたいです。そうなんですよ、ね、メタル迷宮とかもあるんで、うん、経験値稼ぎたいって方なんかもね、初心者からベテランまでいい、たくさんいっぱいあると思いますので、ぜひログインしてみてください。久しぶりにね、初期村に帰ってね、そうそうそう、はい、リーフィーからね、ね、アグラにも大盛り上がりアグラに人がいっぱいいるわーって、ごった返し紹介前に、これ村おこしのイベントですか。いやいやいや、そういうわけじゃないですか。はいはい、はい、ということなので、もらえるアイテムの詳細や条件などは目覚めし冒険者の広場にてご確認ください。はい、続いてはドラゴンクエスト10オンライン設定資料館アストルティア秘文録のお知らせです。はい、ドラゴンクエスト10オンラインにまつわる設定資料をまとめた新たな書籍アストルティア秘文録が12月9日木曜日に発売です。お、
アストルティアを形作る数多の歴史、世界に色づく個性的な登場人物、うん、冒険の舞台となる広大な風景にまつわる設定資料を集めた豪華愛蔵本となっています。すごい。神話の時代から今に続く世界の変遷、歴史上の出来事をまとめた年代記、狩猟登場人物の辿った奇跡、うん、物語の舞台を描いた数々の設定画など、さまざまな側面からバージョン 1.0 からバージョン 5.5 を振り返ります、うん、さらに厳選されたバージョン 6.0 の秘蔵資料も収録予定、まあ、この時はね 6.0 も発売してますからね、はい、うん、A4 版の大きなサイズでハードカバー仕様の書籍となっております、うん、そして気になる特典は人気ヒロインたちの印象的なセリフを集めたチャットスタンプ秘文6印象、うんうん、仲間との楽しい会話にぴったりなとっても可愛らしいチャットスタンプとなっておりますので、ぜひぜひお楽しみに。可愛い。ヒロインプラスヒストリカ、ヒストリカ、え、初登場、初登場ですね、ね、2つも贅沢に扱いいいよな、ヒストリカ確かに需要も多いでしょうし ね、 でもね、ヒロインたちに並んで、すごい。でもこの秘文録本当にすごいボリュームで、はい、あの今回初出しの情報とかもたくさんありますので、あ、はい、あの今まで出していなかった設定とか歴史とかたくさんありますので、ぜひ好きな方はあのお買い求めいただけると嬉しいです、うん、ね、からです。なんかあの結構前に出たストルティア創世記、うん、なんかもすごく人気で、うん、いい情報たくさんありましたけど、本当にこちらもね面白そうでございます、うん、秘文録でございます、はい。スクエニックスイーストをはじめ全国の書店様、ネット書店様でも予約中ですので、ぜひチェックしてみてください。お願いいたします。さあ続いてはドラゴンクエスト10転生の英雄たちオンライン、スライムと冒険セットがスクエニックスイーストにて予約受付中です、うん、ゲームソフトをはじめ豪華なグッズやインゲームアイテムがたくさん詰まったバージョン6の限定商品となっています。さらに本商品では堀井さんからのスペシャルなお手紙もついています、うん、購入特典として転生の英雄たちの物語に登場するキャラクターデンデロベイとモーモリーナをモチーフにしたアイテムや、展開にちなんだ天翼の盾、仕草書 S ウィングなど、さまざまなゲームのアイテムのほか、うん、e ストアの購入特典でゲットできるお得なセットとなっています。モーモリーナ、ちょっとリーナ名前入ってていいね、これ絶対ゲットしないといけないやつですね、私やんっていう、ね、サングラスと見た目的だったら左のやつももうアミーでいいんじゃないですか、これダメですかね、ずんぐりむっくりな、アミーでしょ、ちっちゃすぎるやん、ね、自分で言うな、僕後ろ的にはそうですね、僕後ろでしがみついてきたらちょっとサイクロブロックスぐらいですか、ね、らんか大きくなっちゃうからね、はい、あ、ここで、うん、お手紙を執筆中の堀井さんの様子をご紹介したいと思います。すごい書いてる堀井さん、こんな感じです、はい、冒険者の皆さんへ向けてどんなメッセージがいいか悩みながら書いていただきましたということでございます、うん、いや楽しみこれ、いいね、うん、絵があの漢字になってるあたりがちょっと、ね、堀井さんっぽくていいですね、はい、手書きなの熱いですね、手書きは嬉しい、はい、封筒にも宛名が入ります、準備万端になってまいりました。手紙の内容は届いてからのお楽しみですので、皆様スペシャルパッケージをぜひ予約してバージョン6をお待ちください。さすがに手書きのものをコピーしたものになりますけど、全員分を書いてはいないですけど、検証になっちゃいます、はい、さすがに全部直筆で一日中それしてないっていう、かなりのブラックになっちゃいますね、はい、ちょっと書いていただいたのをですね、はい、お届けします、嬉しい、はい、続きましては10月6日、5時より冒険者のお出かけ超便利ツールの福引きに玉天女帝プリズムが新登場いたします。このドルボードに乗ればたちまち気分は女帝に、ふわふわと浮かぶ丸いフォルムが特徴的な乗り物です。ぜひこの機会に手に入れてください。こちらね、動画ご用意しております、ご覧ください。おファファジャッジメントですのって言いそうだね、うん、かわいい、かわいらしい、ハンドル2本、あれイースターの時のちょっと似てますね、うん、卵系、卵っぽいですね、これ
フリーズはおがこが乗ったら落ちたりとかしないですよ、サイズ的にね。大丈夫かな。もうコメントで早速フリーザごっこしたいと思います。確かに結構、まあ、雰囲気はねあります。雰囲気はあります、うん、ぜひぜひ皆さんもねこちらの方チェックしてみてください。一、ね、人乗りですよね。一人乗りです。一人乗りとなっております。なるほど。はい、ぜひゲットしてください。最後は DQ10 ショップからのお知らせです、はい、9月24日より販売中の新作アイテムご紹介します。お極点女帝イルシャリンベリー、こちらの3種類の衣装が登場、うん、なりきりや仮装用として大活躍すること間違いありません。おチャットスタンプの新作はナラシアや極点女帝などのセリフや表情を楽しめる大魔王上印象をご用意いたしました。引き返せ、これもいいね。引き返せ、引き返せ、ぜひ使ってほしいですね。あのランシーのあれですよ ね引き返せ、懐かしい、使ってみたい。引き返せどこで使うの。確かに、どこで使うんですかこれ。一緒になんかねバトル行こうって言ってるけど、うん、引き返せって言う。ログインしたよ、パーティー組んでいい。引き返せ、どうやって打つんですかこれ。ちょっと喧嘩になりそうです、ね、なりますよ ね。コメント人気です。引き返せあのだけ個別販売してるんですよ。使いどころを ねしっかり間違えずに。あと買った人の中では耳が遠くていけませんなが一番使えるってコメント。どこで使えるんだろう。あでもこのありがとうもいいね。いいですね、うん、かわいい、かわいい。防衛軍とかか、引き返せ、うんうん、そうね。あすげえいいとこあるじゃないですか、使うところ。あるよ、使えるかも。引き返せ、ね、1でね。もうちょっとでも親切な顔して言ってくれないかなと思いますけど。はい、ということで皆さんぜひゲットしてみてください、うん、さらにハウジングアイテムでは旧ネクロデアや新魔言宮殿にあるオブジェを家具2枠にいたしました。ちょっぴり不気味な2枠やアートな家具のセットですので、これから控えているハロウィンの季節にもぴったり。ぜひハロウィンイベントなんかでも一緒に楽しんでいただけたらと思います。すごい、家具でも引き返せがあるね。うん、使えますよ、うん、はい、以上ディッキーテンショップからのお知らせでした、はい。それでは最後に皆さんから感想一言ずついただきたいと思います。はい、では、リーナから。はい、今日楽しかったですね。釣り1位取れなかったんですけど、うん、ちょっとアーミーさんの自腹で行かせて。うわ、いいな。任せてください、うん、いや任せてください。これ言ったらダメだ、これ言っちゃダメだよ。すいません、引き返せ。使いどころあります。じゃあ本当に引き返してもらうね、じゃあね。そうですね、そうですね。そうやって言ってますけど、後でね、それいろいろ。あ、でも今日釣ったお魚を実際ちょっと寿司三昧に持ってって調理してもらおうかなと。そういうサービスはやってない。やってないね。そっか、怒られちゃうんでやめてください。そっか、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてアミー。はい、そうですね、僕はリーナちゃんにはまああれはおごるとして、まあ、椿さんにはご馳走になろうかな。お、あ、ちょっと巻き出て出てるんで。ちゃっちゃと、はい、はい、アーミーありがとうございました。またお願いします。では続いてアンジェさん。はい、あの木曜日にすすだまさんの方に行ってきたんですけれど、あのどれも美味しかったんですが、とろたけが本当に美味しかった、びっくりしましたね。いいアクセントになりますね。あんなに美味しいとろたけ食べたの初めてって感じで、提案してくれた堀さんありがとうございます。すすだまさん本当にあの毎年毎年ありがとうございます、うん、あの両方なんていうのかな、あのすごくドラクエセットも出ているみたいですし、あのドラクエの方もお客さんたくさん遊んでくれてますんで、すごくいいコラボだなと思ってます。それから次回、秋祭りです、うん、はい、情報を出しますんで、皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いて青山さん。はい、ちょっと今日は悔しい思いをしました。ちょっと精進、あの釣りに関しては精進したいと思います。とはいえです、あの今日はですね、皆さんにこうプレゼントの注文がありますので、最後ご紹介したいと思います。フリップお願いします。はい、ゲームの祭典、こちら福引券30枚になります。おー、ありがとう、嬉しい。バージョン6に向けてね、福引券ちょっと貯めて、うん、はい、そうですね、30枚ですけど貯めといて、貯めて使ってみてください、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では竹岡さん。はい、僕が貯めた中ではね、あのお味噌が乗ってるタイがすごく美味しかった、美味しかった、はい、ぜひおすすめなので皆さん行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に椿もお願いします。はい、私は今日ね勝てたことめちゃくちゃ嬉しいので、出産前でね、散財したいと思います、はい、あとは次は
秋祭りもね、うん、楽しみにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あと V ジャンプのね、オンラインの方であのドラクエコラムも書かせていただいてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで超DQT TV ご覧いただきまして本当にありがとうございました。引き続きスクエニックスプレゼンツ東京ゲームショー2021お楽しみください。続いてのプログラムは21時からの番組となっております。また明日10月3日日曜日20時からはドラゴンクエスト10オフラインの最新情報をお届けするドラゴンクエスト10オフライン情報だらけでしょう、こちらの番組ございますので忘れずにチェックしてください。楽しみ、うん、ということで次回の超 DQ10 TV は10月23日日曜日、あ、ごめんなさい、10月23日、ドラゴンクエスト10秋祭り2021となります。年に一度のお祭り、私たちも楽しみですので皆さんぜひ楽しみにお待ちください。はい、ただいま観覧の募集を行っております、うん、イベントサイトをご確認の上ご応募の方をどしどしお待ちしております。お待ちしております。締め切りは明日10月3日日曜日23時59分までとなっております、うん、ということでまた次回秋祭りでお会いしましょう、はい、さようなら。さようなら。こちら。